はい、皆さんどうもラスです。今回なんですけれども、無料でタイピング練習をできるね、ウェブサイトがありましてですね、今回ね、私も実際見てみて、本当にね、パソコン初心者の方とかに、特におすすめできるね、メニューとか見つけたんで、今回ご紹介していこうかなと思います。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ情報を発信していっておりますので、よかったらですね、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、早速解説していきたいんですけれども、このタイピングができるね、ウェブサイトなんですけれども、マイタイピングというウェブサイトになります。でですね、これどうやっていくかっていうとですね、ウェブブラウザ立ち上げてもらって、ここの検索するところにマイタイピングと打ってですね、これでエンターキーを押してですね、飛んでいってもらって、で、上の方にですね、楽しくタイピング練習ができるマイタイピングというのがありますので、これをね、クリックしていくと、先ほどのね、ウェブサイトに、飛ぶようになってますので、このウェブサイトですね、特に練習とか日々される方はですね、この Google Chrome とか使ってる方は、ここのね、ブックマークやっておいたらですね、結構便利かなと思います。これでね、星マークを押して、ブックマークを追加しておきます。でですね、ブックマークバーっていうのに、これね、入れておくと、完了ってやるとですね、ここにね、ブックマークの、ところからすぐね、ジャンプできるので、覚えておいていただけるといいかなと思います。でですね、まず、本当にね、タイピングとかあまりやったことない方向けですね、トップページ行くとですね、ひよこでもできるタイピング練習講座、初心者向けっていうのがあるので、これをですね、クリックしていっていきましょう。でですね、まず、ここでね、いろいろ書いているんですけれども、まずですね、キーボードを打つ練習する前にですね、ホームポジションっていうのを意識して、今回ね、練習していっていただければいいかなと思います。これね、ウェブサイトに書いているところになるんですけれども、ASDF と JKL と、あとセミコロンですね、に、左手と右手の合うようにですね、この指をね、置いていって、ここからですね、ホームポジションを意識しながら、指の担当範囲っていうのをですね、この、小指だったらこのオレンジのところですね、縦の列、キーボードを見てもらうと、こういう風にね、キーボード並んでると思うので、指の担当範囲をね、これ意識しながら、打つっていうのを今回ね、意識しながら練習していっていただければいいかなと思います。でですね、このタイピング練習の習得編ってやつですね、ここで、習得編1、声音と濁音っていうのがありますので、ここで、ローマ字入力のあいうえをとか、あとガゲグゲゴとかね、濁音系ですね、習得編としてできるので、これね、最初にやっておくとすごいおすすめかなと思います。例えばちょっとやってみましょうかね。タイピング練習の習得編1ってやつをですね、でここでスタートっていうのを押してもらってですね、でまあキーボードをここからね、打っていくんですけれども、ここの練習開始っていうのを押すと練習がね、始まるようになってまして、スペースを押すとね、スタートをするようになってます。で、こんな感じでね、あいうえおとか、かきくけことかね。まあ、こんな感じで、打っていきます。これを打つときにですね、ホームポジションですね、さっきの、左手と右手の、この ASDF と JKL セミコロンのところに、手を置いて、下の方にですね、指の色が出てるじゃないですか。それで、この真ん中に出てるキーですね、これを押していくという意識でやっていくといいかなと思います。で、終わるとですね、タイピング結果とかが出るんで、まあ、合格が出るぐらいまでやっていったらいいかなと思います。まずね、これタイピング練習をしていきましょう。これを少しね、繰り返しやっておくといいかなと思います。これで、赤さたな浜やらの打ち方ができるようになりますので、まずやっていきましょう。で、その後ですね、この習得編1の下の習得編2とかもやっとくのがおすすめかなと思います。この陽音っていうやつですかね。これをやっとくと、シャシュショとかね、間にちっちゃいやゆうようが入る打ち方ですね。これを習得することができるので、これもね、かなりおすすめかなと思います。こんな感じで、キャキュキョとかね、間にね、Y を入れて、やるとですね、こう、チャチュチョとかね、ニャーニューニョとか、まあ、そういった文字が打てるので、例えば、まあ、特にカタカナ英語とかね、打つときは、まあ、こういうね、陽音の打ち方が、非常にね、打つときあるので、これもね、練習して慣れていくのがいいかなと思います。はい、これもですね、タイピング結果、まあ、合格がね、出るぐらいまでやれたらいいかなと思います。まあ、まずはね、おすすめとしてはこの習得編1と習得編2やっておくのがいいかなと思います。でですね、あとは、ホームポジションをね、もっと練習したい方におすすめなのが、
ここのねトップページにあるこの初心者向けタイピングっていうのがあるので、これはね結構ホームポジションの場所を意識しながら一個一個ね文字の練習ができるので、これもねやっておくといいかなと思います。これもねやってみるとですね、こんな感じで一個一個ね文字の打つ場所をこんな感じで練習していけるので、この指がねハイライトされているところでこのキーをね叩いていくという感じでやっていくのがいいかなと思います。はい、これもですね慣れてきたらやっぱりね手元見ないで画面だけ見てこの文字をね一個一個打てるようなぐらいまでできたらかなりいい感じになるんじゃないかなと思いますので、これね頑張ってやっていただけるといいかなと思います。あとはですね、この初心者向けタイピングとか慣れてきた方はですね、この子供タイピングっていうのもねおすすめです。子供に優しいタイピングゲームと書いてるんですけれども、本当に優しい単語とかを打てるようになってますんで、これもね少しやってみたいと思います。こんな感じでジュースとかねカタカナ英語とかいきなり出てくるんですけど、さようならとかねテントウムシとか本当にね子供が使うような、単語が出てくるので、結構ね文字的には短い、4、5文字ぐらいかな。これはですね本当に簡単な単語が打てるようになってますんで、タイピング始めたての方とかはこういう簡単な単語でやっていくのがいいかなと思います。慣れてきたらですね、やっぱりキーボード見ずに画面だけ見て、あとはホームポジション意識しながら、打てるようになるぐらいまでやっておくのがいいかなと思います。こんな感じで子供タイピングもね、練習してやってみていただけるといいかなと思います。あとはですね、この定番のタイピングってところに、タイピング診断っていうのがあるので、自分のね、レベルとか、苦手キーをね判定したい方はこのタイピング診断っていうのをやっていくのがいいかなと思います。これもね少しやってみたいと思うんですけれども、まあ他のねタイピング練習とかもいろいろメニューがこれねあるので、それやってみて、でね月1ぐらいでこの6月のタイピング診断とかやっていくのがいいかなと思います。はい、こんな感じで私はねタイピングレベルやや早いみたいなんですけれども、このねミスの多い文字とか K がね6回とか出てるんで、右手中指の特訓をしてみましょうとかってねコメントが出るんで、これを見てですね自分のまたね苦手なところを練習していくのがいいかなと思います。はい、ってことですね、今回は無料でねタイピング練習ができるマイタイピングの中でもいろんなねメニューご紹介させていただきました。今回の動画がですね、少し何かの役に立った、良かったと思ったらいいね。他にもコメントとかでいろいろね、ご感想とかいただけると今後の励みにつながりますので、よろしくお願いいたします。またですね、タイピングに関する部分でいろいろね、ご紹介できたらいいなと思いますんで、またいいサイトとか、いい練習メニューとか見つかったらですね、皆さんにシェアしていきたいと思います。ってことで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。